いつもご視聴ありがとうございます。こんにちは、ルッチカーレ店長です。本日もよろしくお願いいたします。今回はですね、今時期ちょっとね、羽織物欲しいですよね。そんな時に確実に大人の方が活用できるアイテム、こんなのじゃないのっていうものをご紹介したいと思います。こういうご時世なので、皆さんご購入されるアウター類かなりカジュアルです。レザーのライダースを筆頭に、ちょっとねシャカシャカするようなスポーティー系なタイプ、バルスター型だったり MA1 型だったり、そのブルゾンタイプですね、非常に人気です。ですがアウターなのでそれなりのお値段がする。シーン別でね、全部別のものを揃えられればいいんですが、なかなかそういうわけにもいかないし、皆さんのイメージ的に春のわずかな期間に着るだけのものにそんないろいろ買えないよっていう声多いと思います。そういった意味合いも込めて、大人の男性がまず長く着られること、そして春も秋も羽織れるもの、さらにオンオフ、ちゃんとビジネスの上に羽織っていても大丈夫だし、休日のカジュアルスタイルに羽織ってもらってもかっこいい、そんなアイテムはどんなのかなというところをいくつかねチョイスしてみました。でまずジャケット代わりに着られるものとなると、これムーレイのピーコート型のアウターです。ジャケットがギリギリ隠れるだけです。なのでスーツの上、ジャケットスタイルの上にも着ていただける。でもあくまでこれ自体がジャケット代わりに着られるので、カジュアル、デニムだったり綿パンにニット着てこれを羽織るっていうのもありですよね。オンオフ使える。さらにこういう化繊系のナイロン素材だったりとかを選んでいただくと、まあ、まず風が避けられる。そして物によってですけども、撥水がかかっているものだったり水を防ぐので、梅雨時なんかは活躍しますよね。さらに花粉とかそういったものが付着しにくいので、ご帰宅した時にさらっと落としていただけるような素材感で、しかもスポーティーに見える。こういうものがやっぱりウール素材だったりとか、そういう形になるとなんとなくね、堅苦しすぎるとか上品すぎてしまうので、気軽に羽織るにはやっぱりこういった感じがいいんじゃないかなという代表型ですね。もちろんトレンド乗っかる部分は乗っかっていいと思いますが、長い目で見た時、上品なアウターが欲しいよってなったら、この辺りを選んではいかがでしょうというものをいくつかご用意したので、いつものようにカジュアルスタイルだったり、ちょっとドレスアップした形の上に着用してみます。では着替えていきたいと思いますので、最後までお付き合いください。はい、まずはねスーツを着てるので、このままこの上に羽織ってみたいと思います。はい、ムーレイのねピーコート型、新型ですね、ダブルブレストのショート丈で、このスーツの上に着てる状態、ほぼジャケットの丈感だと思います。こんなのをスーツの上にも着ていただく、長いコートよりかは軽快感もあってバッチリ合ってると思います。はい、アウターの大定番ですね、こういう M65 型、ジャケットの上とかこういう形に気軽に羽織ってるアウターでも品がいいよっていうので、かなりね長く使っていただけると思います。でしかも確実にカジュアルにも合います。はい、ヘルノですね、ヘルノの一番薄い素材と言われているナイロンです。これもジャケットを隠れる丈感です。風を防げて花粉も防ぐ、そしてちょっと水を弾くぐらいがちょうどいいかなという感じですね。この襟周りとかもね非常にバランスが良くてかっこいいです。はい、続きましてはもうちょっとラフなスタイルです。パンツはインコテックスです。カジュアルの製品洗いのタイプではなく、ドレスラインから出ているコットンパンツですね。今回ねこの丈感、これ曲げてない状態です。非常にシルエットも綺麗でね、ここら辺もあんまりピタピタじゃなくシュッとテーパードしてる。そして非常に柔らかくて履きやすい。この綿パンに対してさらにトップスのニット T シャツ、春夏にウール素材を着ようというジョンスメドレーの新登場のウールとコットン、半分半分入ってます。着るとね皆さんおっしゃいますが、むちゃくちゃ気持ちいいです。肌触りがもう最高なので、さらに通気性も良くて防臭効果もある、いいと思います。はい、こんな非常にシンプルなコーディネート、この上にニットジャケットを着てみます。はい、こちらはねグランスサッソの定番のソフトコットンのニットジャケットです。ネイビー系の色とかはご用意があるんですが、ちょっと想像しにくいなっていうお色着てみました。甘い感じでね、優しげですよね。本当に品良くてかっこいいです。でこんな状態でいいと思うんですが、外を歩くときはもうちょっと何か羽織物がないと、まだ肌寒いよとかちょっと心もとないなっていう時にこういったアイテム使えると思います。はい、こんな感じですね。ピーコート型です。こういうね淡色ですね、グレー系だったりオフホワイト系だったりいいですよね。こういったお色にちょっと
こういう濃い色、これネイビーなんですが、ネイビーのニットとかネイビーの靴合わせるので、そういった色でちょっと締めていただく。それで全身が合わすぎないので、なんとなくバランスが取れるんじゃないかなという感じです。でね、これショートコート、ショート丈のこういうピーコート型、これからね確実に注目アイテムなので、今からね取り入れておくと新しい気がします。でもこういうピーコート型ってね、男性のショートアウターとしては定番なので、使っていただけると思います。こういうねヘルノのねシャカシャカ系のジャケットもしっくりくるかなと思います。よりカジュアル感が出ますよね。これね、ほんの少し透け感あるんですけど、この透け感が涼しげでいいんですよ。夏場羽織ってても薄さが周りにも伝わるぐらい軽量なので、比較的ね初夏まで使っていただけるかなと思います。はい、さらにカジュアルにしてみます。休日には欠かせないデニムスタイルですね。日中とかね、あったかい時は脱いでもいいようにニット T シャツ着ました。そしてデニムですね。デニムはレッドカードのリズムプラス、好評ですね。こんな誰もがお持ちであろうインディゴのデニム、はい、こんな感じでラフな休日着ですね。これにニットの羽織着てみます。はい、結構ねカジュアルに着られる、これフィリッツというブランドのパイルニットの、ショールカラーでしょうかね。ボタンもない、ただただ羽織るタイプのローブみたいな感じですね。こんなのをなんか気軽に引っ掛けるっていう感じです。着流す感じですかね。なんとなく様になると、こんな感じで室内とかは十分かなっていうところですが、外出するときにこの辺りのアウターを着てみます。はい、デニムスタイルでもね当然合うと思います。ショールカラーなので首周り生地がいっぱいありますので、こういうのをねストール代わりにショールカラーでねこういう着方ができるんですよね。これもいいですよね。でなおかつ首周り汚れがねアウターにつきにくくもなるし、ちょっと首周りがあったかいっていうのもいいし、いい感じに収まってるかなと思います。はい、シャカシャカ系です。デニム合わせにもしっくりきます。はい、最後はねスポーティーな方に振ってみました。はい、靴は今注目のスニーカーブランド、デートというブランドなんですが、なんか新しいスニーカーで人と被らないやつないかなと思ってらっしゃる方、おすすめです。むちゃくちゃクッション性ありますし、我々世代がね履きやすい形かなと思います。それにジャブサルキブです。パンツでは一番人気かなと思います。ジャブスアルキビオのマサッチョモデルのシャカヌメ素材です。めちゃくちゃ軽くてね、この時期こういうスポーティーな素材使えます。軽いし伸びるし軽快さも出せます。そしてトップスですね、クルーネックのこんなトレーナータイプですね、人気です。はい、これはヘルノのロゴ入り刺繍ですね。これこんなの今時かなと思います。でね、中にね白 T チラッと覗かせてあげると、ちょっとしたことなんですけど、これだけでねこなれ感が出るというか、かなり印象が変わると思うので、ぜひやってみてください。はい、じゃあこれにアウター着てみます。はい、いいコート型です。つるっとした素材感なので、こういったパンツとか相性いいですよね。素材感を合わせてあげるとね、かなりまとまりが良くなります。はい、軽快感あるスタイルですよね。はい、こんな感じです。大丈夫ですね、バッチリ合ってると思います。はい、こんな感じにも相性いいですね。このヘルノのアウターってね、上まで締めてこうやってフードを立たせてあげるとかっこいいですよね。はい、なんかね今回コーディネート組んでみて、こういうパンツにスニーカートレーナーみたいな形がどれにもしっくりきてるし、なんか今時感があるなって思います。こういった定番のアイテムにちょっとスポーティーに合わせてあげると、今風なコーディネートが出来上がりますし、中を変えてもらうとまたその時代時代でねしっくりこういったアイテムが使っていただけると思います。はい、いかがでしたでしょうか。これはやっぱ長く使っていただきたいので、シンプルなデザイン、これは心がけました。ただ色目、今回ご用意したタイプはどれもこれも黒だったりネイビーも同じモデルで展開があります。ただね、黒とかネイビーは皆さん多分想像がつくと思うので、あえて想像がつきにくい色を試着してみました。これでね、この商品のイメージだったり、ご自身の手持ちのアイテムとの相性なんかを想像していただいて、コーディネートの参考にしていただけたらなと思います。本日も長い時間ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。